なんか若干不安やったんやけど、名刺渡してそれでなんか話途切れたら怖いなみたいな思ってたの。でもねめっちゃ楽しかったなんかでも楽しかったに尽きるんよね、本当に本当に。そう、ハッピーホワイトデーサプライズプレゼント喜んでくれてよかった。いやもう本当に嬉しかったです。広島でもしてほしい。いや広島でもやりたいぐらい思った。今日チェキサイン届いたよ。おー届いた、大事にしてね、よろしく。みかんさんありがとう、ありがとう。サッタンさんギフトありがとう。ズーミンさんウリンチャソ、ウミガメさん、坂道 FC さん、トシヤさん、クリマサさん、ギフトありがとう。あ、坂道 FC さん、タワーありがとうございます。タワーありがとう。今日の同部屋はパセリです。タワーありがとう。坂道 FC さん、ちょっとまた後日お礼させていただきますが本当にありがとうございます。瀬戸倉さん、たくなぎさん、はるさん、リフトありがとうございます。こんばんは。いやイベントが明日も続きますね。ラゾーナ川崎でリリースイベントが明日は18時からありますね。配信もあるということで、来れない方もその配信で楽しめるということで、発売日盛り上がりましょうこんばんは、こんばんは。至近距離のアイコジ可愛かった。うーそー、ありがとう、嬉しい嬉しい。ゆいちさん、ギフトありがとうアイコジトレーナーびっくりしたよこんばんは。ミッキーさん、ウミガメさん、ギフトありがとう。レフトさん、スルコーバーさん、ギフトありがとうございます。こんばんは。倒れ込みに行ってきた。おお。ありがとう。レフトさん、ギフトありがとう。トトトトトトト。ヤッシーさん、こんばんは。たくのぎさん、店長お疲れ様、ありがとう。たかしんさん、ひげめがねさん、クッキーありがとう。トリオさん、ワンパンダありがとう。今日は渋谷ツタヤ店、ん？ツタヤ渋谷店さんの方で、一日店長というねイベントをさせていただきました。本当にたくさんの小島ニアが来てくださって、私はもう何と言ったらかわからないぐらい嬉しくて嬉しくて、はい、涙が出そうで出そうで、ここら辺で止まって引っ込みそうでまた出そうでみたいな状態でした、はい、渋谷ツタヤ
ツタヤ店さんじゃないです。ツタヤ渋谷店さんです。まあ、通称渋ツタと言われる場所ですね。タワレコさんの入り口のところにもサイン書かせていただいたし、あと今日は HMV さん の渋谷、あ、こちらも渋谷店さんなんですけど、あ、渋どっちか分かんないけど、そう略すらしいね。そうで HMV さんの方でもサイン書いたりメッセージを書いたりとか、あと秋葉原の前 PR 部隊が行ってたところにも行かせてもらってたり、あの店舗巡りをね、はい、させてもらいました。それでまあ、あの息をする心の、あ、渋ツタなの、あ、渋ツタでよかった。ソリオさんクッキーありがとう。なんかね、そう息をする心のPR を兼ねてね、皆さん聞いてくださいねっていうのね、念を込めてね、念を込めて返してきました、メッセージを。はい。こんばんは。念受け取りました。怨念とかじゃないですよ、あの情念、念、念は念でもいい念をね込めてきました。ももちゃんをして今日初めてあやこさん会ったんですけど、美人さんで楽しかった。おー、ありがとうございます。初めて会いました、初めて会った、ありがとうございます。はい、いい念をね入れてきました、メッセージ。あ、そう、 J メロも放送もされた、 まだされてない、国際の方は放送されたのか。そう、いや本当に息をする心の、息するの略して息するの。うん、やっぱあれですね、 PR が発売前後なので増えてますね。うん、楽しいな、嬉しい。なんかさ、本当に語彙力なくすんですよね。楽しいとか嬉しいとか本当にその言葉しか出てこんくなって、本当なんか自分でも、うん、あの私楽しいと嬉しいしか言ってないやんって思うぐらいなんかずっと言ってる。いや本当最近楽しくてずっと言ってる。ゆうめがねさん好き、ありがとう。ガントチャートさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます、ありがとう。坂道 FC さんクッキーありがとうございます。でもね、なんかやっぱその分体力は使うので、体力はつけとかないとな。こっちも可愛い美人顔天才しか出てきません。やばい。ね、近かったね今日ね、こんばんは。カジさんクッキーありがとう。先月はお稽古でちょっとね大変だったんですけど、あ、舞台も楽しかった本当に。けどなんかやっぱきついこともあったんですけど、今はなんかいろいろと STU 周りの活動ができてただただ楽
楽しいっていう感じですね。今日私物棚のイベント行ったお日様です、ありがとうございました。お、ありがとうございました。ありがとう。まともに目見れんやった。あら、そう。じゃあまた目見て見つめ合ってお話ししましょう。こんばんは、マリちゃん好き、ありがとう。めっちゃ話した、めっちゃ近い。そう、意外とね、びっくりしたよね。フッキーさん、ひげメガネさん、ありがとうございます、ギフト。お疲れさま。12月、考える、待って、唇に色がない。いらっしゃいませが似合ってました。本当、いらっしゃいませってみんなで言った。間近で見るあやこさん、綺麗すぎて、ありがとう。コックアップさん、クッキーありがとう。こんばんは、パセリと同じ部屋ですよ。しんいちさん、クッキーありがとう。今日の一日店長はですね、私、サーヤン、ももちゃんの順番で、なんかテーブルがあって、でなんかあの、なんだろう、あのビニール、透明のビニールがあって、でその下に隙間があって、そこから名刺を渡すみたいな感じでした。でマスクはしてなかった、もうマスクはしなくても大丈夫っていうことで、マスクは私はしてなかったです。でファンの方もしてない方は結構いらっしゃいました。うん、でなんかそのレーンの私の左側に、なんか一応レジがちゃんとあって、一応本当に店長っていう設定で3人並んで皆さんとお話ししました。で結構あのファンの方が、あ、こんな感じにやるとは思わなかったって言われてて、確かに一気に3対1みたいな感じで、ファンの方にとってはちょっとこう、おおってびっくりする感じだったのかもしれない。そうそう、さあさん、黒猫さん、ひげねがねさん、ギフトありがとうございます。田中のひろさん、ありがとうございます。ほんと、いや頑張って今日のために来たんですって方とかもいて、なんか遠いとこからわざわざ来てくださった方もいたし、お仕事終わりとかに急いで来てくださった方もいたし、本当にありがたかったです。ひげめがねさん、にゃんこ先生、ギフトありがとうございます。ありがたかったです。緊張しました。ウミガメさん、ギフトありがとうございます。定時ダッシュ成功した、すごい。こんばんは、いやそうだよね、時間帯的にそうだよね、頑張って来てくれたんだよね、ありがとう。ヒゲメガネさん、パンダありがとう、ワンパンダ。トゥルトゥトゥルトゥルトゥトゥル、明日はラゾーナ川崎です。リリーベに来るよって方もいっぱいいました。明日のリリーベも超楽しみなんやけど、ラゾーナ川崎行けるのがで踊れるのがめっちゃ嬉しいんやけど。こんばんは、あいこじしかなんで、ありがとうございます。田中のひろさん、クッキーありがとうございます。
下のリリーベも頑張ります。発売日です。ついに皆さん楽しみにしていてください。イエイ。イベント管理いけない代わりにリミスタのサイン会買ったよ。お、ありがとうございます。こんばんは。名刺ありがとう。ありがとう。緊張して顔見れなかった。じゃあまた今度顔を見て話しましょう。一緒に。はい。ではでは。ランキングを読んで終わりたいと思います。13位、夢見心地さん。12位、銀色金魚さん。11位、馬ひと筋さん。10位、ウミガメさん。9位はウリンチャソ。8位はカジさん。7位はアンちゃん。6位はズーミン。5位はソリオさん。4位はクジマサさん。3位はガントチャートさん。2位はヒゲメガネさん。1位は坂道 FC さんです。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。店長頑張った。ではではまた明日会いましょう。今日は本当に来てくれてありがとうございました。幸せだした幸せ出した。明日も幸せ一緒に感じて楽しもうな。おやすみ。いっぱい寝てね。みんなもバイバーイ。言ってるけどさ、次の新宿とかでさ、どうなるか。